こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、大人のボトムスはこの3本だけでいい2022年春夏バージョンを皆さんにお届けしたいと思っています。僕はですね、動画の中で結構このシリーズ楽しみにしているんですが、これまでにですね、春夏バージョンでアウターはこの3枚だけでいいですとか、トップスはこの5枚だけでいいというものを撮って皆さんにお届けしてるかなと思うんですが、そのですね、今度はボトムス編ということで、なるべくわかりやすく皆さんにですね、ボトムス選びについてお伝えをしてみたいなというふうに思ってます。まあ、おしゃれをするというと、どうしてもですね、いろんなアイテムを活用しなくちゃいけない、そういったイメージを持っている方も少なくないかなと思うんですが、僕はですね、結構アイテム数を限ってしまって、シンプルに分かりやすくコーディネートを組むのが好きなので、もっとですね、皆さんのファッションに対するイメージだとか、敷居の高さというものをですね、覆したいという思いがあるんですね。そのために今回のように、ある程度アイテム数を限るというような動画をですね、頻繁に出すようにしてるんですけども、今回はですね、2022年春夏バージョンということで、まあ皆さんにとって見慣れたものから、ちょっとこれは新鮮だなというような3本ですね、しっかりとお届けしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的に3本のボトムスについて解説をしたいなと思ってるんですが、まず1本目は、皆さんもですね、すでにお気づきの通り、これですね、ブラック系のイージースラックス、これだけは外せないんですよ。何を一番最初に持ってこようか、僕もいろいろと考えたんですが、まあその中で、まあここからスタートするのが間違いないだろうということで、こちら皆さんにご紹介させてください。まあわかりやすいところで言うと、ユニクロのスマートアンクルパンツ、もしくはグローバルワークのアーバンスラックス、この2大巨頭があるんですけども、こういったブラック系のスラックス、しかもですね、腰回りが楽なイージー仕様というものは、大人の男性のスタイルをよく見せてくれて、さらにはコーディネートが何でもしやすいんですね。今の僕のように上半身ベージュだとか、明るいライトグレーとかホワイトを持ってきて、ボトムスで引き締めるのもいいかなと思いますし、ネイビーだとかグレーのちょっと濃いめのアウターとかにもですね、ブラックのスラックスは合うので、まあこれ一本あればかなり手抜きができるんですね。僕にとってはブラックのイージースラックスというのは手抜きアイテムなんですよ。それでいて一定の小綺麗さだとか今っぽさも出すことができるので、皆さんにも一本ぜひ持っておいていただきたいなというふうに思ってます。ちなみに僕が今履いてるのは、先日動画の中でも解説をしました、グリーンレベルのですね、オルマイージーパンツというモデルで、これがね、ちょっと今季大ヒットで、個人的にはこればっかり履いてるんですよ。これめちゃくちゃいいなと思う点がいくつかあって、まずはね、シルエットがいいんですよね。太すぎず細すぎずというところで、ユニクロのスマートアンクルパンツよりは少しゆったりしてるかな程度です。ただ膝から下もテーパードは効いてるんですが、もも周りと膝から下の落差がそんなに強くないので、割とプレーンに使いやすいんじゃないのかなというふうに思ってます。で、素材感もですね、結構薄手で春夏でもそんなに暑くはないというところ、このあたりもね、すごく使いやすい点なのと、あとは腰周りですね、これがね、ぐるっとゴムになってるんですよね。ここがもう最高すぎるんですよ。で、この全体がゴムになっているものって、割とサイズ感がコンパクトにできてるんですね。ですので、僕のような割と小柄な男性でも、ウエストがピタッとフィットするんですね。もうちょっと僕よりも体型がゆったりとしている方でも、ゴムがちゃんとですね、伸びてくれるので、様々な体型の方にはまりやすいのと、あとは着脱がめっちゃ楽なんですね。僕はすごいめんどくさがり屋なので、ボタンを閉めて、あとはチャックを閉めて脱ぐという作業よりも、やっぱりこうズボッと脱げちゃうのがめちゃくちゃ楽だなと思ってまして、その点も含めてこのパンツは今季の傑作だったと思っていまして、まあ、ブラック系のパンツいろいろと履きましたが、自信を持ってお勧めできるような一本なのかなというふうに思ってます。まあこのようなパンツに合うスニーカーなんですけども、今僕が履いているようなホワイトレザースニーカーですね。これはオールスタークップ、先日もご紹介しましたが、そういったプレーンなものでもいいと思いますし、こちらにあるような、まあ、いわゆるニューバランスのスニーカーですね。今トレンド感のあるようなグレー系のこういったちょっとやぼったさのあるスニーカーにももちろん合います。まあ、こんな形でね、合わせてもらえば、まあ、鉄板で使いやすいので、ぜひ皆さん、一本何かを持つのであれば、ブラック系のイージースラックスは間違いがない選択肢なので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目は、今僕が履いているようなデニム系のアイテムですね。
まあ、こういったものって僕ら30代40代の世代にとってはもう定番で見慣れたものかなと思うんですが、ここ数年はちょっとですね、履いてる方少なくなったなとか、まあ、トレンドからずれたなというイメージが強かったんですね。ワイド系のパンツだとか、あとはブラック系のパンツだとか、そういったものに押されてしまって、どうもデニムというものをですね、履きたい気分ではなかったんですが、この1年ぐらいようやく復活してきた感じがありまして、僕も最近はよく履いているんですが、まあ、その中でもですね、ワイドフィットのデニムというのは、なかなか大人世代にはハードルが高いかなと思うんですね。まあ、やっぱりシルエットに関しては細すぎる、スキニーはちょっと古い感じはしますが、テーパード型ですね。もんまりには少しゆとりはありながらも、膝から下は細くなるような形。これがやっぱりですね、なんだかんだで使い勝手がいいかなと思っています。で、色合いに関しては、従来のちょっと色落ちしたようなデニムではなくて、まあ、いわゆるリジットと呼ばれるような色落ちしてないようなクリーンなデニムがですね、今の雰囲気には合ってるかなと思っています。僕が今履いてるのは、ちょっと前になるんですが、ファブリック東京さんで仕立てたですね、デニムスラックスなんですね。これがめちゃくちゃいいんですね。まあ、デニスラというのは、素材はデニム。まあ、これ正確ではちょっとデニム素材ではなくて、デニム風の素材なんですが、素材はデニムで、形はですね、スラックス調になっているというもので、こちらもセンタープレスが効いてて、足が綺麗に見えるような、すごく上品な仕上がりなんですね。先日ですね、グローバルワークでご紹介したサロンドグローバルワークのものも結構作りが良かったので、ぜひそちらもチェックしていただきたいんですが、デニム素材のスラック調のアイテムというのは、一つですね、大人世代には似合いやすいものとして、皆さんにはチェックをしていただければなと思っています。他には身近なユニクロで言うと、こういったリジットデニムですね。ここら辺もすごくね、バランスがいいので、皆さんにはご紹介したいなというふうに思ってます。まあ、シルエットに関してはスリムフィットがやっぱり使いやすいかなと思いますね。トレンド感を強く出したい方は、ワイドフィットだとか、そういったものもいいかなと思うんですが、まずはベーシックに着たい方は、こういったスリムフィットのもので、軽く一回このようにですね、まくってあげるのも旬な雰囲気がするので、まあ、バランスがいいんじゃないのかなというふうに思っています。そして、ちょっとトレンド感を強めたいという方、今っぽい着こなしを楽しみたいという方にはですね、ぜひトライしていただきたいのは、こちらにあるようなホワイト系のデニムですね。これはですね、最近復調してきた感じはしますね。僕もですね、本の中でよくご紹介してきたんですが、ここ最近はですね、ちょっとこう白デニム、今っぽさがなかったんですが、1年から2年ぐらい前からじわりじわりとですね、また白デニムが復活をしてきていまして、まあ、従来のですね、細身のビタビタの白デニムではなくて、程よくゆとりがあるようなもの。今僕が履いてるパンツよりもちょっとゆとりがあるぐらいの方が、白デニムはかえってキザっぽさみたいなものがうまく抜くことができるので、少し緩めのサイズングがいいかなと思っています。今僕が持ってるものは、これまたグリーンレベルで購入したものなんですが、全体がゴムになってる仕様で、少し緩めのシルエットですごく使いやすかったんですね。まあ、こういった白デニムも意外とベージュのコートだとか、あとは定番的なネイビーブラックのアウターとも相性がいいので、まあ結構一本あるとですね、今っぽさが簡単に出せるので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト3点目のボトムスは、今僕が履いているようなオリーブだとかダークグリーンのいわゆるワークパンツですね。もしくはですね、カーゴパンツも良いかなと思うんですが、こういった少しシルエットが緩めのですね、ワークパンツがあるとすごく便利かなというふうに思っています。今までご紹介したものは割と細身のボトムスだったと思うんですが、こちらのですね、パンツに関しては少しゆとりがあるのが分かっていただけるかなと思っています。ここ数年は割とミリタリー系のアイテム、またはワーク系のアイテムというのが結構トレンドになっていまして、上半身だったらカバーオールですね。このあたりがまさに旬なアイテムかなと思うんですけども、もちろんボトムスにもこういったですね、少しゆとりのあるようなワークだとかミリタリーテイストのパンツというのをうまくミックスさせてあげるのが意外と使い勝手がいいかなと思うんですね。ただシルエットは少しゆったりめなので、誰にでも合うというよりは、中級者以降の方にお勧めしたいボトムスかなというふうに思ってます。じゃあどのように使えばいいのかと言いますと、例えば今の僕のように、上半身は綺麗めに振ってしまうというのがすごく使いやすいかなと思うんですね。一番下にはですね、白のバンドカラーシャツを着ています。これは定番的なボタンダウンシャツでもいいかなと思うんですが、その上にですね、こういったグレー系のジャケットを着てるんですね。これもネイビージャケットでも全然構いません。このように上半身は綺麗めに振っておいて、ボトムスはあえてカジュアルにして、着崩すという時にですね、結構使い勝手がいいんですね。ですのでこのようなワークだとかミリタリーテイストのパンツというのは、
他のアイテムをちょっと綺麗めに振ってあげるとすごくバランスがいいかなと思っています。ジャケットとの相性もいいですし、あとはステンカラーコートですね。これまた綺麗めなアイテムなので、丈の長いコートと、あえてこういったミリタリーワーク系のパンツを合わせてもらうと、かなり中級者っぽい着こなしが簡単にできますので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思ってます。で、靴に関しては、今トレンド感のあるニューバランスのスニーカーも合いますし、あとはですね、白レザースニーカーですね。このあたりも間違いなく合います。まあこういったものがより爽やかに合わせることができるので、この2択か、もしくはですね、ブラック系のレザースニーカーですね。先日ご紹介した GU のレザースニーカーでもいいかなと思うので、まあ僕はですね、普段皆さんにご紹介しているような靴がほとんどハマるので、意外と1本あるとですね、使い勝手がいいかなというふうに思ってます。なかなかゆったりめのパンツ履いたことがない方も多いかなと思うんですが、僕が今履いているようにユニクロでも結構この手のパンツはあるんですね。今僕が履いているのはユニクロのワイドフィットジョガーパンツというもので、買った時には定価だったんですが、今見たらですね、セール価格になっているので、これもすごくいいかなと思います。まあ、ユニクロ U ではこういったものは結構取り扱いがあったりするので、まずは気軽にユニクロで手軽に買ってみるのがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもこの春トライしていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では大人のボトムスはこの3本だけでいい2022年春夏バージョンを皆さんにお届けさせていただきました。まとめると1つ目はブラック系のイージースラックス、そして2つ目がリジットのデニム、もしくは旬な感じを出したければ白デニムですね。そして3本目はワーク調だとかミリタリー調のオリーブのパンツということで、この3本があれば着こなしのバリエーションはものすごく広げられるかなと思うんですね。まあ、ボトムスというのは正直ですね、僕の中ではそこまで重要度は高くないという位置づけなんですね。ファッションが好きな方、中級者、上級者の方だと、ボトムスを重視される方がすごく多いんですが、それはやっぱりちょっとクロート的な見方であって、一般的にはですね、やはり上半身の印象というものが強くなるので、トップスだとかアウターの重要性の方が僕ははるかに高いかなと思ってるんですね。ただボトムスが変わることで全然着こなしの見え方が変わってきますし、着こなしに確かにですね、深みみたいなものが出てくるので、ぜひですね、今回ご紹介したボトムスの中で、まずはブラック系は鉄板かなと思うんですが、それ以外のですね、2本どちらかを揃えていただくだけでも、かなりコーディネートのバリエーションが広がるかなと思うので、参考にしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていきたいなというふうに思ってます。また、こちらのチャンネルとは別に YouTube のメンバーシップチャンネルというものを運営しています。そちらの方ではですね、普段の動画ではお伝えできないような中級者向けのアイテムですとかコーディネートについてどんどん解説をしています。また週に1回のペースでこちらの YouTube ではやらないような生配信ですね。これもですね、定期的に行ってるんですね。視聴者の皆さんからいただいた質問にリアルタイムでどんどんお答えしてますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。